どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。本日のテーマソングはドーン Daydream Believer、 こちらの曲、今回はタイマーズのあの今井清志郎さんバージョンで、このちっちゃいウクレレで奏でてまいりましょう。この曲はあのモンキーズというねイギリスのあのロックグループの曲なんですけれども、これは今井清志郎さん率いるタイマーズがカバーされたということで、もう今セブンイレブンのコマーシャルソングでもだいぶおなじみですね。この曲ね、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで取り上げてはいるんですけど、今回さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単にして2021年改訂版でお届けします。ウクレレで聴いていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンなんですけど、今回一点ちょっとフレーズを弾いちゃいましょう。初心者さんもこれだったらできるというフレーズが入ります。このシンプル簡単バージョンはですね、なんと入門コード4つに超絶簡単ガズレレアレンジしておりますので、初心者の方もうウクレレ習った時に習う4つの入門コードでできますよ。後半はかっこいいバージョンです。このかっこいいバージョンはねちょっと変わった弾き方とか登場して、これもかなりね面白いことになってますので、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽でね聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器はやってみたいけど私はきっと無理だろうなぁと諦めていたそこのあなた、そんなあなたがもうどんどんウクレレで弾いて歌える弾き語りができるというプログラムがあります。そのプログラムを見てるだけでどんどん弾けるようになるんですけども、全世界で何万人もねこのガズレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。 YouTube 動画ですのでもちろん無料です。はい、ここですよ。皆さん行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。はい、それでは早速やってまいりましょう。 Daydream Believer、 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4 でんでんもう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそいつも彼女と暮らしてきたよ。
リームビリーバー、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いかがだったでしょうか。入門コード4つでできました。 C と F と A マイナーと G7、 この4つでデイドリームビリーバーとか弾けるとかもうほんと最高ですよね。途中フレーズ出てきたでしょ、うわーって多分初心者の方なったと思うんですけど、これ後でしっかり解説していくんで、ね、安心してください。今のねバージョンはもちろんガズレレオリジナルショートカットバージョンで行ったんですけど、フルコーラスで僕やってみたい、私やってみたいという方、コード進行一緒ですんで、こうどんどん書き足してオリジナルの構成でやってみてください。そしてですね、今のシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube 動画と一緒にセッションできたという方、次のステップがございます。次のステップは皆さんお一人で歌うってことです。 YouTube と合わせるんじゃなくて一人だけで演奏してみるってことですね。その時にはですね、やっぱり楽譜とか最初のうち必要でしょうから、それを用意していただきたいんですけど、ですね、ガズもですね、今こういうの見ながら、これガズが書いてるノートなんですけど、これを見ながらやってるんです。これからですね、この画面にこの楽譜、ガズのノート楽譜を映してシェアしようと思うんですけど、ただいまこのサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のデイドリームビリーバーのノート楽譜を含む今までガズが取りためてきた膨大なストック曲の楽譜のノートの中から毎月5曲皆さんの興味がある曲をダウンロードしてすぐに練習できるという画期的なサービスです。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のね、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は1月21日、これは冬の曲特集ということで、世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、 YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。デイドリームビリーバーでございます。これイントロって書いてあります。これね、ちょっと見てもらいたいんですけど、下にくるっと囲っているコードは、これは伸ばすって書いてあるね。これは伸ばすんですけど、こういう風にここね、Dm って書いてあるんですけど、下に囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで、弾くコードですよと覚えておいてくださいね。この辺も結構ね、だから、コード進行相当かっこいいバージョンと簡単バージョンで変わってきます。で、これね、今簡単バージョンは、ガズレレ入門コード4つでアレンジしてるんですけど、かっこいいバージョンのコードも、入門コードのグループ、ガズレレ必須コードの、コードなので、これね、かっこいいバージョンのコード進行でも全然簡単だと思うんですけどね。はい。ひとまず本当にね、昨日今日ウクレレ触った人でもできるようなアレンジにしてみましたということでございます。はい。見ていきましょう。これ映していってください。一時停止でこれね、動画を一時停止してメモっていただいてもいいし、テロップ、動画内のテロップを一時停止していただいてもいいと思いますし、ガズクラブでこれをゲットしていただくのももちろんいいと思います。はい。で、こうやってパッと映していくんですけど、見てください。ここですね、問題のところ。なんか書いてあります。一弦の3757、何これ？ちょっとこれ待ってね。後で説明します。コードで弾くとここ C っていうことになりますんで、ここら辺をちょっと確認していただいてということなんですけど。で、ここがサビになりますが、ちょっとね、これご注目ください。ここにカッコが書いてあると。これ、ちょっとね、スペース削減のために、ここが、歌詞があらゆるバージョンのところで書いてあるんですよ。まずこれ、ずっと夢を見て、この次ね、はい、ここ、安心してたでしょ。で、2回目戻ってくるときは、幸せだったの。次、3回目は、ここになるんですよ。そう、くれてありがとうになる。はい。ここ3回目は、これ、つまりちょっとデモ演奏とこれを比較してもらうとわかるんですけど、ちょっとずつ言葉が違うだけなんで、こんな風にまとめさせていただきましたが、もし皆さん、自分で書くときはね、これ何回もここに下にザーッと追加していくのはいいと思うんですけど、コード進行一緒で、ちょっと歌詞が変わってくるということで、こんな表記にしております。
はい。そしてこっちが2番になりますね。2番。これも A、A メロで1番とコード進行一緒で、歌詞が変わってくるということで。これもまたここで同じの出てきますから、フレーズがね。はい。そしてここにも書いてあるサビに戻って、2回繰り返したというのがガズレーアレンジになっております。ではコード見ていきましょう。これ今日はね、この赤く囲ってる4つあるじゃないですか。この4つが、この4つで今、シンプル簡単バージョンやったんです。この4つのコードは本当ウクレレ始めたその日に覚える、もう超絶入門コードです。これはこっから全てが始まる、イロハが始まるということで、この4つで今、アレンジ しました。で、この、ここの3つはですね、これはですね、かっこいいバージョンで登場するコードなんですけど、このコード、この3つのコードも、ガズレレの中では入門コードのグループなんで、今日出てくるコード全部本当はね、初心者入門コードなんですよ。なので、一応整理すると、今やったシンプル簡単バージョンはこれ、後半やるかっこいいバージョンはこのコードが追加されるんですけど、でもどっちにしてもこの今映ってる7個のコードは、入門コードのグループで、これを覚えてもらいたいです。はい、これです。すなわち、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽始めたいなと思う方に、一番最初に覚えてもらいたい、入門コードのグループでございます。それ10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。これ必見ですからね。今日はここ、びっちり覚えてもらって、その中から今日7個出てくるぞということで、これからかっこいいバージョンでも、そのコード対応してやっていきましょう。そしてですね、問題のあのフレーズ、喧嘩したり、仲直りしたりの後のフレーズなんですけど、これちょっと見てくださいね。喧嘩したり、仲直りしたり、したりのたのところから C が始まります。たりで。一回 C ってことは一弦見て、C って一弦の3フレットじゃないですか。こっからフレーズが始まります。今、3、今3っていうのは一弦の3フレットってことですけど、3、7、5、7、8、7、5、3。今分かりました？これ見てもらうとですね、ここ今3だったじゃないですか。ウクレレってここのボタン、ここにマークついてるでしょ。これ5フレット、7フレット、10フレットって大体ついてるんですよ。そうすると今やったの、3、7、5、7、8、7、5、3というフレーズを弾きました、今。そして、こっちの上の弦も、1弦、2弦、3弦、4弦、全部弾いちゃっていいんですよ。これなぜなら C のメロディーの上なんで、もう一回いきますよ。喧嘩したり、3、7、5、7、8、7、5、3、ずっとね、こんな風にやっていきました。はい。細かく言うとですね、まず3はですね、もうね、こういう時はね、人差し指、まあ、薬指でもいいんですけど、まあ、何の指でもいいです。この遅かったら、こういう風に、一個ずつでもね、動くし、ちょっと慣れてくると、人差し指で押さえちゃって、こんな風に、なんていうのかな、どの指でもいいんですけど、スマートに弾くには、こう、いろいろ指を考えると楽しくて。で、今ね、3、7って押さえてたじゃないですか。7、5、7に戻るときに、これ言っときますけど、5のフレット離さなくていいですからね。音ってこっか、押さえてるとこからこっち側しか関係ないので、こっち側は離さなくても大丈夫です。これ結構ね、初心者さんあるあるで、3、7、5、7って、5、7って押さえてるとき、この5は離さなくていい。うん。7、5、7、8、7、5、3。はい。なんとなく分かっていただけましたかね。1弦の3から始まって3、7、5、7、8、7、5、3。ずっと夢を見。このフレーズちょっとね、初心者の方でもこのぐらいだったらちょっと余裕が出てきたらできるんじゃないかなと思うんですけど、これでもちょっとね、初心者の方難しいって方はもちろん C だけでも全然 OK ですからね。喧嘩したり、仲直りしたり、てん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 。口で言うのもバッチリだと思います。ちょっと余裕が出てきたらこのフレーズぜひチャレンジしてみてください。もちろん後半のかっこいいバージョンでもこのフレーズは入れていきます。ということで、じゃあ早速、後半のかっこいいバージョンに入っていきます。後半のかっこいいバージョンはね、リズム、ちょっと面白いリズムを使おうと思いますが、基本的に一個違うのはさっきも言ったんですけど、コード進行。いや、今やったシンプル簡単バージョンとはだいぶ変わりますんでね。そこら辺はコードの、テロップを見てご確認くださいと。はい。そしてですね、まず弾き方なんですけど、今日はね、二つの弾き方。ドン。8ビートのチャと、倍のガズペジオって書いてあります。倍のガズペジオってなんじゃそれってことなんですけど、ガズレレではね、ガズさん独自の弾き方のこう提案としてガズペジオっていう弾き方をやってるんですよ。ちょっと見て。これガズペジオ
という弾き方なんですけど、これでこうバラードみたいな曲はこんな曲でこの弾き方で奏でることが多いんですけど、今回このデイドリームビリーバー印象的なのはこんな感じ。これタント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 タン、これをですね倍のガスペチオということでちょっと表現させてもらいました。一応ですね今日倍のガスペチオなんですけど、このガスペチオの基本の指の動きと一緒ですんで、今日おシェアしたいのは8ビートとガスペチオの弾き方です。はい、この2つの弾き方、ここに行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれ8ビートのチャット、ガスペチオの動画、濃厚解説動画アップロードされておりますので、じっくり見ていただきたいんですけど、ちょっと順番を整理して言うと、8ビートのチャっていうのが一応メインのリズムにはなるんですけど、これは今日ですね、そうだ、あ、これも合わせて言っておきましょう。この今日のデイドリームビリーバーのリズムはシャッフルという跳ねてるリズムです。チャッカ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 、これを覚えておきます。普通のリズムって1 2 3 4 1 2 3 4、こんな感じですけど、シャッフルのリズムって1 2 3 4、タッタタッタタッ、こんな感じ。そうすると8ビートもダンチャッカツッタチャッカタッタチャッカツッタチャッ、ちょっとルンルン気分、体もこう揺らしてこう跳ねた気分でやる。この8ビートのチャッというリズムはストロークの基本である8ビートができた上での、リズムの弾き方なんで、その動画でも言ってますけど、こういうストローク初めての方は8ビートからやってみてください。そして、問題の今日の倍のガスペジオなんですけど、ちょっと解説します。まず C を押さえてください。じゃあコードはね。そしたらね、まずね、1弦と2弦と4弦、こんな風にパンといきます。この指の使い方、さっきのガスペジオの弾き方は見ておいてくださいね。1弦は中指、2弦は人差し指、3弦、4弦親指という3フィンガースタイルです。はい、そしたらまず最初、1弦と、2弦と4弦をトーンと弾いて、あとは次、3弦弾くでしょ。その次は、1、2弦同時。次も3弦。次も1、2弦同時。3弦。次も1、2弦同時。3弦。こんな感じ。最初の1回だけ、この4弦も加わる。タントタントペンタタントタントタントペンタタントタントタ、これでシャッフルなんで、タント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  F だとこんな感じで、この弾き方をちょっと言ってみます。ちょっとゆっくり練習してみましょう。じゃあ C で1 2 3 4、トーン、 FF、 ダーン、ダーン、このリズムが結構出てきます。イントロと A メロの前半のところでこのリズムを取り入れていってみようと思います。これこんな風に表記することもできます。こっちからこうダーッと時間が流れていくというイメージで、これもちょっと参考になればというふうに思います。そしてもう一個ですね、かっこいいバージョンではとっておきにかっちょいいフレーズを入れていきます。じゃあちょっとやってみると、 A 面のその、倍のガズベジオからA メロの後半に行くところの境目のところで出てきます。ちょっとやってみましょう。朝早く目覚ましからいきます。朝早く目覚ましが鳴っても、次ですよ、これかっこいいでしょ。一回やります。はい、朝早く目覚ましが鳴っても、次来るよ、ほい、かっこいい。ねえねえ、これを説明しましょう。一応タブで表すと、この203って書いてあるじゃないですか。これね、G7 を押さえたまんまこのフレーズを弾くっていうふうに覚えておいてください。そうすると、まず、見てくださいね。G7 を押さえてるでしょ。そうすると、最初は、1弦の2フレット押さえてますよね、もうね。その次、1弦の0フレット開放弦。その次、2弦の3フレットに行くんですよ。G7 押さえたまんまね。はい。それで、よく見ててくださいね。最後はもう1弦開放弦でいいです。はい。フレーズだけで言うと、1弦の2、0、2弦の3。これ G7 押さえたままやるっていうイメージ。はい。チャができるとこれいいかもね。ちょっともう一回やってみましょう。朝早く目覚ましが鳴っても、ほい、タタッタン、ダン、ダダダ、次に入っ
っていきます。はい、このフレーズ、1番と2番と、同じように入ってきますんで、これがね、かっこいい。シンコペーション的なフレーズなんでね、これかっこいいです。決めていきましょう。はい、この曲はね、やっぱこうガシガシじゃなくて、ちょっとゆったりほっこりした感じで奏でる方が、やっぱこの曲の感じに合うかなと思いますね。もう体をしっかり揺らして、シャッフルのリズムでこう軽やかに歌えるといいんじゃないかなというふうに思います。それでは、やっていきましょう。デイドリームビリーバーガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり場所やってみました。いやー、やっぱりこれはいいですね。このどうですか、あのテンテテンテ、これね結構ねリズム安定的に弾くのがちょっと難しいと思うんですけど、倍のガズペジオ、まあちょっと初めての奏法なんですけど、この曲はこのねあのリズムのちょっと印象がすごく強かったんでちょっとやってみましたけど、まあなんか見ようですけど、ここ難しかったら8ビートチャン入ってない8ビートでアレンジするのもおすすめですんで、思いっきり楽しく歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽を自分で奏でるというこの豊かさですね、最高ですよね。今度ぜひ周りの方にもお伝えくださいませ。その時に今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもお願いいたします。そして本日、2021年1月15日このガズのいつも使っているわがままウクレレ事前予約販売再開になっておりますので、こちらの方でぜひともチェックしてくださいませ。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、どーん、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。